本日の極上空間は絶品グルメを食べまくるドライブ。それを満喫するのは純烈のお二人。そうよ、だからやっぱり今日は純烈グルメ、うん、行きつけのお店をはしごしましょうよ。行きますか、うん、いいですね。純烈グルメ、ね、腹いっぱい食いたいわ。腹いっぱい食えるな、純烈グルメは。あのお久しぶりですっていうか元気も兼ねてね、うん、ちょっとみんなに会えたらええなと思ってるんで。なるほどね、うん、そういうなんていうのかな、あの年始じゃないけどもそうご挨拶も兼ねての。そうそうそう、あだからまず月島のあの絶品焼きそばやろアペタイト行っちゃう。アペタイト行きたいな。あそうそう、焼きそばもボリューミーやけどね。でもう一軒、まあちょっとまたお腹空いてきたなっていう時に相模大野の焼肉盛るね。うん、もう今日はね、今日はねじゃないな、今日もね太ろう、うん、太いやいやいやスーパー銭湯アイドルが愛する絶品グルメを食べまくるドライブ。純烈メンバーの行きつけの店を巡ります。目的地の一つがもんじゃ焼きの町月島。メンバーがデビュー当時から通い、純烈ファンも多数訪れるというお店へ。お目当てはもんじゃ焼きではなく、ちょっと不思議な絶品焼きそば。うまい。うん、何なのこれ。さらに東京から神奈川県の相模大野へ。いやー着きましたね、ついに。もう来たよ。そうですよ、あれがおかみさん。そうですね、壁一面に様々なものが貼られるお店には手作り感満載、純烈の新曲の歌詞カードが。そこは純烈のメンバーが愛する焼肉の名店。何度食べても美味しいね。美味しい、美味しい。さらに隣町へ移動。二人が立ち寄った場所はここですよ、我がふるさと。そうですよ、スーパー銭湯アイドルが原点の地と語る入浴施設。でもここが純烈のふるさとで、うん、でも本当にあのこうやってね健康センターで応援してくれた皆さんのおかげで、うん、ほんまに純烈いろんなところで活躍させていただいて、ね、はい、エスクードに乗って愛する絶品グルメを食べまくるドライブ、出発進行。車に乗って行ってみたかった場所へ、車に乗って大好きな場所へ。車はいろんな願いを叶えてくれる極上空間。特別なひとときを過ごすドライブが始まります。やばいね今日は天気が。天気すごいよ、昨日超風吹いてたから明日どうなることかと思ったけど、これは気持ちええわ。これはほんまええロケよ。春よ春。愛が怖いと君は一人涙に濡れて。結成から13年、紅白歌合戦に2年連続で出場するほどの人気グループとなった純烈。今回ドライブする年長組2人の関係とは。2人の関係っていうか、まあ、考えたことないな俺。いや俺もないよ、冷静に考えたことないよそんな。まあけど立ち位置で言うと、うん、端っこと端っこで、まあ大体そうやね、2人を挟んで体も大きいしね、2人が一番。そうやね、ちょっと俺らが真ん中2人になるとなんかこうちゃうよね。違う、俺だってもう嫌やもん、たまに真ん中入れって言われると、うん、あのめっちゃ嫌やもん。いや俺的にはこうマルチシステムでいきたいんやけど、
でも俺ね、意外と酒井君との関係で言うと、俺は意外と結構ちゃんとした真面目な話をしてることが多い気がする。いや絶対そうよ、二人きりの時で言うと絶対そう。あのなるべく二人きりにならない方がいいのよ。あの二人きりになってしまった時というのは純烈の危機やから、どうするっていう。これじゃあ危機をお送りしとるやないか今。純烈の危機をお送りしとる。危機をお送りしてる可能性あるなこれ、ほんま俺の知らんところで。いやでもだからほんまあれじゃ、2人の関係で言うとなんかそんな感じじゃ。だからファンの人からようなんか酒井君がお父さんで俺がお母さんでみたいなよう言われるけど、うん、お父さんとお母さんが真顔で2人で喋り出したら、うん、ちょっと今後の純烈についてとか。そうやな、大体でもそうなるよな。あと現場でもちょっとなんとかせなあかんっていう状況でとか、あるあるある、そういう感じよね。なるなる。だけどあれやな、なんかこうやって二人でこうアペタイト行くのも初めてやけどさ、プライベートないやん俺らほとんど。あの一緒にいる時間がこうやってプライベートで、逆に俺が運転して俺の車乗るとかそんなんもないし、ね、ないよな。だから誰に対してもないでしょ。そうやね。だから意外と純烈の人たちで皆さん仲よろしいですねってよう言われるやん。言われる。だけど俺プライベートで会うことゼロやからな。ゼロ。仲悪いことないけど、プライベートでやることがみんな違いすぎて。そうやな。白川は釣り、うん、とりあえずあの人陸におれへんからな。ほんで小田井さんはおもちゃとか趣味、うん、そうやな。絵描いたり、うん、なんか物作ったり。だから隣で船の上でプラモデル作ってるのもおかしいやん。それも酒井君も家族やろ。家族、家族やろ。 あともう競馬。そうやよな。だからもう競馬場おるもん。釣りしてる隣で競馬買ってるとかね。もう訳わからんので、競馬場で釣りしてるとかもそうやな。訳わからんし、あの全ての俺らの趣味の全てが一箇所に集まったレジャー施設とかができたら一緒におれるかもしれない。おかしいよ、だって後上なんかもう風俗やんか。いや言うたらあかんやんそれ。俺一個だけ聞きたいことあるね、改めて。それは俺を選んだ理由って何なん？やっぱそれはなんか改めて2人やからちょっと聞いてみたいわ。純烈は俳優だった酒井さんが13年前、俳優仲間などに声をかけて結成されたグループ。実は小田井さん、メンバーに誘われた理由を酒井さんからちゃんと聞いていないそう。やっぱりその品が良くなるんだよね。あの小田井さんがいるとっていうか、やっぱこうなんていうのかな、例えで言うといいお皿なんだよね。いい外国のいいお皿なの。 あと異国感出すのよ。なるほどね。じゃあちょっとでアーティスト感も出すのよ。あ、ロイヤルコペンハーゲンってことでいいの？そう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 。いやほんまにね、なんていうのかな、ある時は和風、なんかもう大久保利通さんに見えるし。いや見た目やんけ。ある時はこう草刈正雄さんのようにね。草刈さんね。なんかこうアランドロンのようにモデルさんとかこうスタイリッシュなノリも出すわけよ。で俺が小田井さんを、それは表向きのファンの人誰でも知ってるわ、あの仮面ライダーやってる人、ドラマやってる人、舞台見た人、みんな小田井さんのことをそれはもうモデル時代から分かってる。だけどほとんどの人が知らんのは、その反対側にあるそのなんていうのかな、今の芸風よね。関西のおっさん、ダジャレおじさんみたいな。確かにそうか。酒井君に会って、俺らほら実は共演してるやん、純烈の前に、その純烈に加入する以前に、だからそうだね。確かにその頃は俺はその、まあ、今のこういう感じは出してなかったな、全然出してない、うん、俺でもやっぱり小田井さん誘った時は勝負やったな。ああそう、あの純烈に加入させるするというか、そういうことで。そう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 、小田井さんのタイミングっていうのは1ヶ月ぐらい使ったんちゃうかな。ああそう、だから渋谷の銀座アスターに誘って飯食いながら、なんかあの時も印象にあるし、
そうね、小田井さんがカツラ自分で作っていつかはそうなったんですよ。お姉キャラやりたいって言った時とかも覚えとるしな、うん、俺はね、でも俺はその一番最初に酒井君に会った印象は、俺なんかやたら派手な上下のスウェットみたいな、なんかね、すごいなんかあのキースヘリングみたいな柄のパーカー、パーカーっていうかトレーナーとパンツもなんかそんなすんげえアイドル時代のトシちゃんが履くようなパンツ履いとって、ほんでまた同じような柄の派手なキャップを斜めにかぶってて、え、帽子かぶってんの？帽子かぶってて、俺もうそれめっちゃ覚えてんねん。へえ、全然覚えてんねん。めっちゃ派手やんって思ってんの。どういうことと思って。何やろね、まあ、そこにあった服着てんねやろけど。いや、ほんま、あの下田景樹さんみたいだった。え、嘘やん。え、俺そんな時代あんの？あったよ。え、ちょっと嬉しい。多分無頓着やから、うん、あんまりその時の覚えてへん。覚えてない、全く覚えてへん。俺すげえすんげえ鮮烈に覚えてるよそれ。でもその頃ってファンとかそんなんも全くおらへんはずやから、うん、自分で買ったんやと思うね、もらったとかじゃなくて。かなんかあれなんかもしれんけど、イベント的ななんかそういうのであれなのかもしれへんけど。すごいな、なんかすんげえ覚えてんねん。めっちゃ原色やなこの人と思って。それちょっとずっと覚えといて。もう誰も覚えてへんので、小田井涼平以外誰も覚えてへん。そんなそれがね、またあの銀座アスターという場所に全く合ってなかったよ、ね、あのなんか高級感のあるところに、ね、いやーそうやな、そういう印象あるわ。ようやなよ、ほんまこうなって不思議やわ。でもあれやな、なんかあの俺今運転してるけどさ、うん、あのデビュー当時さ、マネージャー含めて7人ぐらいで乗ってさ、ほんで、まあ、あの年齢で言うとさ、あの V6 さんじゃないけど、うん、俺とこの2人に白川くん加えたのがちょっと年長組で、で6人やったら後上くん含めて残りの2人がなんかちょっと 若者グループやったやんか。ほんであの若い3人が後ろの先列目に、先列目にあの何やろうね、あのマス寿司みたいに押し込まれると思って日本中移動したからな。あれであれ俺今やれってできへんで、もうできへん。もうやっぱり若かったし、うん、なんかやってやるぞっていう、まあほんまにみんなどんな気持ちだったらさ、すごい。いや8時間どこやないな、10時間とかそんな時間車であの身動きできん状態でずっと移動して、だって膝の上に自分の荷物置いてんねんやもんな。ほんで横には衣装があのバーのとこにかかっとったりしとったから、だからめちゃくちゃや。橋の2人まだやけど真ん中、あれ後上くんやろ、真ん中後上やったと思うよ。あれよう耐えたいで、あれ懐かしいな。あんな時代あったんやな、ほんま。いやだからやっぱ苦労してよかったんやなってあの思うし、俺もでもあの時ほんま逆に苦労の方がしたかったからね。あ、まあ、いつも言ってるな、それな、ま、うん、全くこうなんていうのかな、こう愛にあふれた、うん、環境の人生というかね、恵まれてるなって思う感じやったし、うん、あのやっぱり芸能界子役からおって、やっぱハングリーなやつ、うん、強いから、ね、ほんまに。でも純烈初めてハングリーやったやろな。思った以上に、まあ、外から見た方がハングリーやったやろな。いや俺ね、多分当時よ、うん、多分その仕事で呼ばれるやん、うん、まあ、当然まだその時で健康センターとかやってない時期やったし、で仕事上取ったし、でまあ下手したらさ、なんかそのまあ例えば酒井君とか家が自分の家があって家族があるから家でご飯食べたりするけど、まあ俺らも当然まだ独身やったからさ、飯食うことすらまともに上取ったから、だからね、あの現場行って弁当とかまかない出された時にあのがっつきっぷりはね、旗から見てすごかったと思うで。恥ずかしい、ね、狂ったように食うとったもん俺。
なんかほんま入れ物持ってって俺焼きそばとか持って帰ったもん。いや持って帰っとったよ。だってキャバレーハリウッドって素晴らしかったやんか。そうやで、ね、北千住のお店の本店のところっていうか本体がおるところのそうそうそうまかないって。そうやな。もうなんか銀色のなんかこんなちょっとサンドイッチ乗せるようなお皿に山盛り焼きそば作ってくれて、あれ天国やった。だから僕らだからその健康センターよりも前がキャバレーやったからね。そうねんな。ほんまにでも腹減ってるやろっていう気持ちを知ってくれてるお店で。そうやね。あのお店と出会ってなかったら今の純烈って全く何もないし。ないわ。カバネと池袋もあったけどそれぞれの店がまた独特で味が全然違う。同じキャバレーハリウッドやのに全然違うやん。うん全然違う。俺だってもう赤羽はこんなん言うとあれやけど最初やっぱあんまりいい思い出ないもん。バンドさんすごい冷たかったし。そうやな。まあでもバンドさんからしたら譜面も用意せんと中途半端な譜面でようお前ら来よったなっていうとこやしね。ちょっと怖かったもん俺が。こういう感じなんや。譜面をどう用意すればいいかもわからんかったやんか。そうやな。その各パートのね譜面っていうのがパッと見て誰がどれがギターの人の譜面でどれが何なのキーボードなのとか分からへん。渡した譜面がちゃんと演奏できる譜面なんかどうかが誰も分からへんかったからね。これでよろしいんでしょうか。We'll be right back.